ニャーゴです。おばんでやす、家猫のムーキチです。皆さんはお元気でしたか？沸騰しい梅雨の季節になりました。でも雨に負けずに頑張っていきましょう。先日パパさんが YouTube を見てニヤニヤしてました。その番組はイタリアの国営放送 RAI によるもので、ソプラノ歌手のリッチャレルリさんが登場するものでした。リッチャレルリさんは80年代前後のイタリアを代表するプリマドンナで、パパさんも聞きに行ったらしく、とても懐かしそうでしたね。彼女の持ち味は技巧もさることながら、その美しく心に染み渡るような性質、そして極めつけはその声量ですね。パパさん曰く可憐な美声を期待して聞きに行ったら、そのパワーに圧倒されたと。Oh my god。 そんなリッチャレルリさんのインタビュー番組でしたが、概要欄に貼り付けておきますね。まあリッチャレルリさんのことを知らない方もいるので、あえて日本の芸能界の人気で例えるなら、あの有名なマリアカラスさんを吉永小百合さんとしたら、天地真理さんの立ち位置でしょうか。ふむ、何か違うような気がするにゃ。考えたら吉永小百合さんとリッチャレルリさんはほとんど同じ世代だから、時系列的に違和感がありますね。それなら日本の芸能界を繰り上げて考えてみると、いました、昭和の大女優高峰秀子さんがマリアカラスと同世代で、これなら釣り合いが取れそうですね。つまり時系列的にマリアカラスさんを高峰秀子さんとすると、リッチャレルリさんは吉永小百合さんという感じですかね。次に彼女の声の質感ですが、ミーキチの好きな寿司ネタで表現すると、マリアカラスさんを特有の香りと旨味の小肌とすると、リッチャレルリさんはとろけるような舌触りと旨味のある脂身のサーモンかな。これは皆さん好き嫌いがあるのでニャンとも言えませんが、ミーキチはこんな感じですかね。大トロですか。カラスさんを試合に出している以上、大トロはやっぱりレナーダ・テバルディさんしかいませんよね。興味のある方は一度聞いてみてください。以上、家猫ミーキチのダレ言でした。皆さんおやすみなさい。